改札口駅舎東側からホーム、大久保駅は京都府宇治市広野町西浦にある近畿日本鉄道京都線の駅。駅長が置かれ、向島駅富野荘駅間7駅を管理している。駅番号は B12。開業時は地上駅であったが、駅北側で交差する府道15号と平面交差のため、周辺で交通渋滞が頻発していたため1984年から1987年にかけて当駅前後の区間が立体交差化された。それに伴い駅は約130メートル京都方に移設され、高架駅に切り替えられている。島式2面4線のホームを持つ対比設備を備えた高架駅である。ホーム有効長140メートル。改札口は1カ所のみ。東側に路線バスタクシー乗り場、自家用車駐車場を有す駅前広場を有し、西側は広い道路に面している。地上時代の駅は、府道15号線の南側に位置し、ホームの両端を踏切に挟まれており、5両編成までしか停車できなかった。高架化によって、この制約はなくなり、6両編成が停車できるようになった。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。かつての久世郡の中心付近、現在の宇治市の南西部に位置している。当駅とは、徒歩圏内にある JR 新田駅の前後では、それぞれの路線が X 状に接近しているほか、駅前から各方面へのバス路線が設定、市営駐車場、複数の衆議院議員の地元事務所も設置されていて、南山城地域の広域交通結節点となっている。2012年11月19日に大久保駅前交通広場が供用を開始した。なお、駅が属する宇治市のほか、城陽市や久美山町に属する地域にも徒歩圏を含む。駅の西側に陸上自衛隊の駐屯地が広がっており、駅ホームからも見渡すことができる。また、さらに西側に測って日産車体の工場があったが、閉鎖後も関連の企業や学校が引き続き立地している。東側は奈良街道に沿って市街化しており、大型複合施設、相応の規模を要する複数のスーパーマーケットのほか、金融機関や複数のレンタカー店舗など商業施設も立地している。当駅から各方面に向かう路線バスが京都京阪バスにより運行されている。以前は駅東西側の路上にバス停が設置されていたが、2012年11月19日に大久保駅前交通広場が供用を開始し、バス停は同広場に移転した。また、これに伴う再編により、交通広場資金にある大久保駅口、大久保の両バス停は廃止された。かつては、東京新宿業の夜行バス、関西国際空港業、USJ 業もあった。当駅から近鉄京都駅、近鉄奈良駅へは、それぞれ 13.4km、25.4km である。近鉄京都線と JR 奈良線が実質的な起点終点である両京都駅、両奈良駅間でその間で経路が異なっており、京都方、奈良放送法で最大3から 4km 程度離れていて、当駅付近で最も接近し、両線に駅がある京都市域、奈良市域以外の随一の地点である。したがってこの駅と JR 新田駅にかけての場所に、中央リニア新幹線の京都府駅を設置し西口を当駅、東口を JR 新田駅と接続すれば、双方の鉄道で、双方の都市並びに両沿線へのターミナル駅となるので、両線、両市、両駅を含む京都府、奈良県の他場所に設置するより、費用対効果が大きく期待できる。ABCDEFG、15日、まず下り線使用。交通新聞。P1、ハンドブック2010、近畿日本鉄道総合企画部編、2010年9月、駅ナンバリングを全線で実施します。近畿日本鉄道、http://www.kintsetsu.co.jp/all/news/info/pdf2016年2月24日閲覧。AB 近畿日本鉄道株式会社、近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道、2010年12月437ページ。全国書誌番号21906373。A.B. 曽根悟、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道2、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、12から13ページ。ISBN 978-4-02-34-133-4。近畿日本鉄道株式会社、近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道。2010年12月874ページ。全国書誌番号21906373。平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道 http://www.kintsu.jp/news/icc-art2007-2013-0.pdf2016 年2月24日閲覧 AB 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更後 P186P205P344P362ABC 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更後 P70P87 駅別乗降人員京都線近畿日本鉄道大久保駅前交通広場11月19日に共用開始駐車場は来年4月再開へ城南新報近鉄大久保京阪バスありがとうございます。